はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは230本目、セイントドラゴンをお送りします。業務用から移植されました横スクロールシューティングゲーム、主人公がもうね、名の通りドラゴンです。天聖竜と書いて、セイントドラゴンとね読みます。はい、硬派な横スクロールシューティングゲームでございます。10万石さん、ニコメさん、アラン・プローストさん、黒金さんいらっしゃい、リーさん、ダルダツムさんいらっしゃい、リンドウさんありがとうです。はい、90年、2月じゃないや、12月21日発売、エイコム、エイコムさん、これが PC エンジン最後のソフトです。3メガビットヒューカード7200円、シューティングゲーム一人用でございます。 バックアップはないですね。コンテ回数は制限回数ありとなってます。クロムデさん、シャトルさん、トモモさん、ジュネさん、アガトダイモンさんいらっしゃい。はい、天竜、天聖竜ですね、セイントドラゴン。おじさん、やっこちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。森さんが一番さん、16個目さんいらっしゃい。こんばんは、天竜と聞いて、はい、ゴールデンバーグさんいらっしゃい。ゼニ投資ドラゴン、ハック止め選手のことって本当ですか？それは本当。学蔵さんいらっしゃい。黒金さんがありがとうです。はい、今日は業務用から移植の硬派シューティング、セイントドラゴンでございます。よいしょ。おっと、入力を切り替えてなかった。よいしょ。セイントドラゴンじゃなくて天竜さんの方だったか。そう、プオーンでおなじみのやつですね。プオーンで22個目されて、赤戸大門さんありがとうございます。ストーリー、メタリックな輝きを放つ敵メカ軍団を相手に、宇宙巨竜天聖竜の壮絶な戦いが今始まった。金属の惑星、マグマが噴出する地底洞窟など、6ステージからなる精密なグラフィックで表現された宇宙空間を舞台に、宇宙巨竜天聖竜と敵メカ軍団が激しい戦いを繰り広げる新感覚シューティングゲームで、これストーリーじゃないじゃないですか。なぜ戦いを繰り広げなければいけないのかっていうのがね、ストーリーだと思うんですけど、なぜ戦うのかちょっとわかんない。なぜ戦うのかちょっと、分かるで、25個目さんに、ね、クロムデさん、シャトルさんがありがとうです、うん、サイバリオンもねとかありますけど、ドラゴンブリードとかドラゴンで戦う結構ね。はい、そのうちの一つ、セイントドラゴン、ノーコンキードさんでした。敵メカ軍団とかね、これ知ってるセイントセイヤですよね。そうです、セイントセイヤないの33個目さんでした。はい、行きましょう。2ボタンがショット、1ボタンが何もなかったっけ。2ボタンでショットとサブウェポンもやってるかな。はい、4つの特殊兵器、4つのパワーアイテム、計8つの特殊兵器を使いこなすと。いきまーす。最近悪版が明らかに移植されましたね。あ、最近ね、移植されたみたいで、ね、ちょうどよかった。でこじゃらしたい、今週もよろしくお願いします。効果音がね、これね、非常にうるさいです。めちゃくちゃうるさいですね。合間合間ちょっと、いや、ショットのね、手を緩めないと。うるさいですね。ちょっと通常ショットパワーアップ。ちょっとね、だから BGM はちょっと気に乗りづらいです。 S はスピードアップ、遅いゲームなんでね、スピードアップは逃さず取りたい。あ、シップはね、もちろん無敵ですよ。頭に当たったらだよね、シップは無敵だよ。ファイヤー、メインの火力があったらファイヤー。敵メカ軍団、敵メカはこんなね、超タイプです。 N、 ノーマルショットパワーアップ、ファーストされポンパーありません、ポンパー、ポンパーないんです。止まった。はい、よし、割と火力は高いですね、ドラゴン。S、 スピードアップ。よいしょ。あ、シッポはね、あの弾とか消せるんです。なんかシッポいるんですよ、シッポでね、あのちょっとダメージとか、あの弾消しとかできますんで、シッポをうまくね使う。早けんさいね、パワーアップ。
の色はね変わらないですね。このままメタリック無敵、点滅している間無敵です。まあすぐ切れますよ。あ、すぐ切れた、もう切れた一番短い無敵じゃなかったの。おっとっと、ペイントかけてきた、飛ばなかった。比較のそうですねBGM がよく、まあ BGM 聞きたい人はね、もうどうせはじっくりじっくり聞きますんでね、名曲を聞き堪能したい方はちょっと一旦手を休めてね、ポーズ中も音楽流れるタイプ、伊賀さんがいるタイプです。おっと、ボスだ。L、 あ、リングレーダーだ、これリングレーダー、ファイヤーの親方だ、リングレーダーなんか威力弱そう。なんと一面巨大なボスが出てきました。巨大なバッファロードラゴン対、危ない、バッファロー、メタリックバッファローだ。うわあ、突っ込んできた突っ込んできた、今年にぴったり、ね、突っ込んできました。いった無敵、終わり、ファイヤー、ファイヤー、スピードはやられると初期スピードがちょっと遅いんで、ピザ欲しいですね。武士ですか。あ、昔はね、武士とか、私のあの父方のあれがサメでしたね。サメでしたね。あとスピードアップ出ないのか。シエリさんです。さあ、また牛と対戦、もう突っ込んでくるとは壊れてる。あらら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 、おっ、ファイヤー強い、もう首が取れた。あらー、突っ込んでくるな、上がってた、おいしょ、まさにドラゴンズ対バファロー。おっ、押した、ファイヤー強い、バラリスの目牛、目牛じゃないよドロリさんがいる、押す。さあ、2面は動物ないのですかね、これはね、バニーパーって、わお、スピードアップ、パワーゾーン、パワーゾーン、パワーゾーン、下から下から、パワーゾーン、パワーゾーン、パワーゾーン、上から下から、ダンスに行ってくる、下から盛り上がって、あと上から降ってきた、あ、ワンボタンが2枚、ワンボタン2枚、ワンボタン2枚、あ、ワンボタン、ワンボタン2枚、ワンボタン2枚、これはなんとパウンドボールだ、反射、この面にぴったりですね、これね、これはいいよ、これは便利、あ、これはリングレーダー、これはあまり良い、さっきのありがとう、バウンドレーダ
ちょっとバウンドが弱い。反射玉が威力はない。うるさいっすね。ファイヤーが欲しい。ファイヤーが、あれ、ワンナップだ。ワンナップ脳細胞量でした。89歳だぞ。ファイヤー、ファイヤー。2面のボス、2面のボスはなんか、おっとコアが、コアが頑張れた。おこい、あ、高いと思う。やっつけた思ったらまだコアが生きている。コアが生きている。ゲーセン版はどうなんですかね。プレステ4版こんなに効果音うるさいんですよね。プレステ4版というかアーカイブス版も。すごい音量です。音量注意ですね。効果音がね。ついてるゲームもね少ないですからね。ついてても音量調整がオプションであるゲームっていうと PC エンジンなどあったりね、その頃はそんなについてないですよね。デバッカーさんはね、うるさいと思わなかったんですよね。音消してやつなのかもしれない。さあ、三面のボス。なんか、なんか、まずは上下の音、なんか、うわっ、上がってくる。奇妙な動きをする、ファイヤーが。ああ、危ない危ない危ない。ああ、
そうですね、アップデートで DC エンジン版だけがうるさいな。この辺の敵火災ですね。さあ再チャレンジ。あ、もうね、見てて分かるように戻し復活でございますんでね、はい、戻し復活なんで復活パターンをね考えてます。はい、ほらーほらららららららほらら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 らほらら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 らほらーなんだなんだこっちは。ほらーあーそうですよね、まあね。すずなさんいらっしゃい。テレビのボリューム下げろよみたいな。ただあの効果音のバランスをね。せっかくの作曲の人がね、俺の作った BGM 聞こえないじゃないかよって言わなかったんですよ。効果音うるさくて俺の曲ポーズかける声聞こえるだろうみたいな。そんなゲーム中そんな BGM 気にするやついるかよと。いやいや BGM は大事だろ、 BGM で乗っていくんだろ。いやいや効果音が大事だろ、破壊の効果音このシューティングの醍醐味だろ。いやいや音楽だろ、いや効果音だろって。効果音の人が強かったんでしょうね多分ね。バカ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 、おいし俺が勝った、俺が勝ったから交換をでかくさせてもらうぜみたいな感じで、よし俺の交換機な交換の担当の人と BGM 担当の人でね、凄まじい戦いがあったのかもしれない。交換上司の方が強かった。大戦艦、小型戦艦が小型戦艦がやってきます。おそらくこの頃はやっぱ縦社会です。社長の言うことは絶対これはみんな硬いからちょっとスルーしていこうね。どうせ倒せないからちょっと。打たないでいいんじゃないか、ね、雑魚だけピンポイントで消していってね。ほらちょっと倒さないんだ。ワンナップワンナップ、横州なのにね、縦社会だって。ファイヤー。あとここまで全然出てきてないんですけど、フリーウェイみたいな、なんか方向キーと逆の方向に出る、ショットがねあるんですけど、まだ出てきませんね。まあ、ファイヤーがあればね、いいんですけど。おお、どうか。てん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 。はい、いらっしゃい。111超えたんやぞ。おお、すごいですね。じゃあ、大ヒットゲームというか。まあ、大ヒットでヒットゲームというかね。移植も早いですね。じゃあ89年で90年ね、すぐ割と早いじゃないですか。
レーザーはやめよう。テンテレレン。デイビッドラグですね。わお。うわっと、あー、危なかった今。しまった。もうちょっと下に下がっとけば。龍の動きは遅かった、間に合わなかった。戻ってくるのは分かってたのに。最初のちょっとね、初期状態がこの龍さんね、遅いんですよね。スピードアップ欲しい。しかしこれによってどれだけRタイプが化け物か分かりますね。わら、Rタイプはちょっとね、効果音のバランスとか取れてるんですが、バランス調整する人がちょっと効果音重視だったからね。はい。しゃ。あった。スプライトオーバーで消えただけか。冒険時はもう。さあ、このボスを倒してちょうど終わりですかね。さあ、4面のボスはなんと巨大戦艦かな。巨大じゃない、中型戦艦ですね。ザコを出してきた。攻撃できない。ザコザコ。ザコ勝て。何気にザコ飛行形態からね、ロボ形態に。チェンジしますね。なかなかかっこいい。あらー、
らら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 反ため打ち同盟さんがいるです。はい。というわけでね、業務用の移植度はちょっとどうか分かりませんけどもね、今アーカイブスが配信されてるみたいなんで、それとね、比べてみたりして、PC には多分ね、難易度は下がってると思いますよ。コンシューマー版ですからね。はい、134個目さん、今日は、セイントドラゴンをお送りしました。お持ちに出てるの。まあこれはね、言われてると思うんですね。打ち込みがね気持ちいいんで、はい、敵が硬い分あのファイヤーをねぶち込む爽快感はありますね。新品がある。新品安いじゃないですか。新品なのに新品本定価とあんま変わらないですよ。定価7200円ですからね。すごいですね。新品が、新品だったらそのお値段安いんじゃないですかね。新品ね、まあ万とかしますからね、大体。はい、持ってる持ってた人は1番、2番はまだ持ってないよっていう人ですね。業務用のファンの人、シューティングは音楽より効果音だ、効果音でね、だっていう人、それから業務用は難しくてクリアできなかったけど PC エンジン版はクリアできそうだっていう人ですね。おすすめでございます。天聖流前回は 8.5% でした。どうです、宇宙カード版はもうロードないですからね。電源オンですぐ行けますから、電源オンでね。はい、それでは結果表、デカデカデン、お、かなり増えてる。 8.5 から 21.9 まで増えてる。てってー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 パパパパーン、すごい。はい、今日はセイントドラゴンを受けた154個さんのようです。でパパパーン、明日のマラソン枠は、あのプリンスがねやってきますよ。お楽しみに。あのトマトと、あ、トマトとじゃない、トマトが大好きなプリンスがやってきます。オンズです、オンドラゴン、オンでした。あのプリンスがやってきます。オンでした、音量注意、オンでした、オンでした。何かな、鎖掛けのトマト、はい、オンでした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 。リコピン、え、大地くんちがプリンスなの、大地くんちが